皆さんこんにちは。こんにちは。セットと申します。メンタルアーティストをさせていただいています。すごいですね、この場。テッドエクスへようこそ。本当に感謝してます。皆さんに今日お越しくださって、本当に僕は感謝しかないです。そしてそれとともにもっと感謝したい人もいますね。たくさんいるんですけども、テッドエクス、この会場ですね、作り出してくださったスタッフの皆さん、本当に感謝してます。俺ただここに立ってるだけです。皆さんの、スタッフさんのその思いしっかり受け継いで僕は伝えさせていただきます。俺もなんかやっちゃおうかな。これしかないんですけど、スプーン曲げって見たことあります？体のね、ある部分を叩くとスプーン曲がるんですよ。ほら、曲がってくるんですね。で、大して盛り上がらなかったですで、人は不可能を可能にすることができるって僕は思ってます。そしてその不可能を可能にする僕の人生の先輩がこの方です。めいちゃんです。うちの娘です。1歳10ヶ月。口癖はだからって言います。何の文脈もなくいきなりだからって言います。そして彼女を手に持ってるのは決して歯ブラシじゃないですね。ただのブラシです。彼女はですね、本当に可能性に満ちていて、自分たちもそうなんですけどね、本当にチャレンジしまくります。転んでも転んでも、何度も何十回も何百回も転んでも立ち上がってきます。そして今この瞬間を生きています。この彼女、本当に彼女からたくさんのことを僕は学ばせていただいてます。そしてその家族の応援、そして仲間の応援を胸に今日はこうやって立たせていただいて、本当に嬉しく思っています。パワーポイントはもうこれだけです。今日は残りの人生のスタートラインです。今日は残りの人生のスタートラインです。自分も含め皆さん、これからどんな未来を作っていくんでしょうか。そしてどんな未来に向かって歩んでいくんでしょうか。今まで過去のセクションで、そして現在のセクションで、さまざまな伝統芸能やもの、そして思い、しっかりと僕はその気持ち、胸に次のものを作り出していかなくちゃいけないんだと思っています。伝統しっかりと受け継いで、それを守って、そして現在から未来に向かって何を作っていくのか、俺たちの使命じゃないかって思ってます。人生の脚本というものをどうやってデザインしていくのか、皆さんと一緒に考えていきたいんです。今日は人生の脚本の書き換えについてお話ししたいと思います。皆さんにもあるんじゃないでしょうか。今までどんな人生を送ってきましたか。すげえ楽しかったことや、すげえ嬉しかったこと、そして逆に悲しかったことや、本当に腹立たしかったこと、いろんな人生体験されて今日ここにお見えになったんじゃないでしょうか。皆さんにもそんな素晴らしい体験があるように、僕にも体験があるんです。少しご紹介したいと思います。もう舞台裏ではめちゃくちゃ緊張しましたね。メンタルアーティスト、メンタルコーチ、ドキドキしますよね。いやー、何喋るんだろうって実は自分もよく分かってないんですよ。で、もうこの鼓動の高鳴り、もう半端ないっていうの自分で一番分かってるんですよね。でもなんか人から見たら緊張しないよね、人前で話すの得意そうだよね、全然違うんです。それは今38になりましたが、34、35までこれが続きました。人前で話したら全然話せない、人の気持ちなんて伝えられない、何言ってんのか支離滅裂、分かんない状態がありました。そんな中で自分自身は健常者に見えるんですけども、実は障害者です。思いっきり車に跳ね飛ばされてですね、
左半身ぐしゃぐしゃになったんですね。で内臓損傷を起こしてですね、なんとか生死を収まって奇跡的に生き返ることができたんですよね。で助かった理由があるんです。一つ何か、もちろんドクター看護師さんの処置が早かったっていうのもそうなんですけど、総合病院の壁にぶつかったんですよ。壁にぶつかったので何が言いたいかって言ったら、そのまま搬送されてそのまま緊急応援ですね。で、なんとか運がよく拾ってもらったんですよ、その命を。で、そんな命拾ってもらったにもかかわらず、なんかあまりいいことって起こんなかったんですよね。それ自分にとってですけど、自分が全部生み出したんじゃないかって思ってたんです。で、リストラされたんですよね。もうひどかったですよね、はっきり言って。理由がね、ですね、もうひどかったんですよ。何かっつったら、こうやって言われましたね、上司に。あのさ、体の悪いやつはうちじゃ雇えないから、やめてくれるかな。それ聞いた俺はですね、一番言われたくなかったことなんですよね。一生経過観察中なんですよ、これ。いつこの世からいなくなってもおかしくない経過を見ながら、検査をしながら生きてる俺が、体が悪いからやめろっていうのが一番辛かったんですよ。人生も諦めようと思いましたし、諦めました。そこで何がしたかって言ったら、ホームレスです。この中でホームレスになった方あります？意外と中に一人とかいたりするんですよね。あとはなんかホームレスになってですね、日雇い労働して、僕はどんな生活をしてたかって言ったらですね、工場で働いてて部品をこうやって取るんですよ。そしたら B っていう地点に持ってってくださいって指示されるんですよ。部品持ってきます。 A、 これ6時間やってますね。その時考えてたのはこれです。夢、ふざけんな、あんなの夢なんてかな。仲間、友達、あんなの思ってつらなやつでしょ。どうせ本心は何も思ってないでしょ。幸せそうな家族や幸せそうなやつを見てたら、街中で一生ないよ、それ。街中で規制を発してたり狂ってたんですよね、俺。自殺未遂何回もしましたし、笑い方忘れましたし、歩き方も忘れました。何これ歩き方忘れるって、何これ笑い方忘れるって。腐り切った自分が泣く泣く実家に引き取られることがありました。そこで見たのはオリンピックです。バカですよね、俺。学歴なんでもないですよね。中学校の成績330番中321番、高校は工業高校オール市でも入れるバカ学校。中学校の時は学校の先生に通知表で1学期、2学期、3学期なんて書いてあったかって言ったら、幼稚って書いてあっただけなんですよね。そんな何も取り柄もない自分がオリンピックで金メダル取りたいって思ったんですよ。人生を挫折した人間がオリンピックの中継を見て、俺絶対取りたいと思ったんですよ、金メダル。その思いだけでした。数年後、その思いを胸に何をしていいかも分かんなかった時にやった行動はこれです。単純です。インターネットでオリンピック金エンターメンタルコーチのプロコーチの生スクールがヒットしました。コーチング知りませんでした。メンタルコーチング何も知りませんでした。電話口で僕はこうやって言いました。すいません、俺金メダル取りたいんですけど、どうしたらいいですか、取れますか、ここで言いました。
電話口で事務局の人がこうやって言いました。取れますよ軽っめちゃくちゃ軽かったんですよ、その人のことは。で、その人にある日会って聞いてみたんですよね。覚えてますか？忘れてるんですよねでもその彼女が忘れてた一言でも自分の人生変わったんです。人生の脚本が書き換えられる瞬間があったんです。それは彼女がどういう風に言ったか分かんなくてもいいんです。でも自分はそのように受け取ったんです。取れますよっていう形です。それを信じてメンタルコーチ、プロコーチ養成スクールに入りました。そこである男性に出会いました。それがロッキーっていう55歳の男性です。思いっきり日本人です農業をやっている、牛飼ってるんだ、ヤギ飼ってるんだ、みんなからのニックネームはヤギ使いロッキー。その合宿中にヤギが死んだのでただのロッキーになってしまったんですよねで、すげえ仲良かったんです、ロッキーとは。合宿だったんで、毎朝一緒にコーチングの練習しようって言ったんですよね。ロッキー何時に起きる？うん、そうだね、3時半。早いんですよ、農業だから。もうね、7時からね、見せてくれって言って練習毎日して、その時にあることが起きたんですよ。何が起きたかって言ったら、スクールの中であるワークをやりました。誰にも話したことのないことを話してくださいっていうワーク。一番嫌だったんですよね。ホームレスやってた、リストラされた、自殺未遂をした、一生経過観察で障害者が、こんなことを言ったら人に嫌われるんじゃねえかって俺思ってました。こんな俺受け入れてくれる友達いねえんじゃねえかって思ってました。でも勇気を振り絞ってロッキーだったら言えると思って言いました。そしたらロッキーがダダ泣きしてくれました。そこで言ってくれた一言はこれでした。おめえのことはほっとけねえ。米くれるのかなって思ってたで、彼からずっとメッセージを投げかけてくれました。お前は本当にすごい存在になるよって。分かんないんですよ、今までの自分の人生が本当に自分にとって本当に公表したくない人生が、相手に言ったら相手が涙をしてくれた、そしてその中でお前はすごいやつになるって。分かんないんですよ、言われたことがないから。でも彼はずっと言い続けてくれました。仲間もずっと言い続けてくれました。お前は本当にすごいやつになるんだって。そうしたら人生の自分の物語がですね、ちょっとずつ書き換えられていくってことを体感し始めたんです。で、そのスクールが終わってですね、ロッキーに僕独立することになったんだってメンタルコーチで。でもお客さんが一人しかいなくてちょっと困ってるって言ったらですね、おい待っとけって言うんですね。ロッキーがいよいよ農作物が来るんだなと思います違ったんですよ。おいセット、企業研修1年契約だ、やるか。おいセット、大手企業のメンタルコーチ、お前就任だ。おいお前オリンピックで金メダル取りたいっつっただろ、オリンピック選手やるか。だよロッキー東京で大成功したコンサルの大社長でした。もうやりきってお金も全て手に入れて、もう現役を引退してた。その彼が奥さんに勝手にプロコーチ養成スクールを申し込みさせられた、ただの農業のおっさんだと僕は思ってたんですけども、それが大変身をしたんです。じゃあなんで彼が俺に期待を持ってくれたかです。地位とか名誉とか年齢とか性別とか関係なく、お前は人として俺のことを見てくれたって言ったんです。周りは社長だ社長だっていう中で、お前はおいロッキーちょっと練習しようぜ。嬉しかったのもそうです。自分もそうです。今までの実績はただの実績です。過去のトロフィーでしかないです。そんなトロフィーは俺にとって何にも必要ありません。今ここから作り出していきたいんです。だからそうやって受け取ったメッセージ、自分もメンタルアーティストとして、そしてメンタルコーチとして多くの人に伝えたいと思いました。今がダメでもいいじゃん、今が自信がなくてもいいじゃん、思うんです。それがあなたでしょって。あなたが諦めても俺は諦めねえからっていう自信があります。やりたいって言ったことをやり通そうよって、今がどんな自分でもいいんだって言えるようになりました。それは仲間や家族、たくさんのメッセージを僕はもらったんです。皆さんにもないでしょうか。誰かからもらって
本当に人生が変わったっていうその一言、そしてあなたの一言で人生が変わったってことないでしょうか。ちょっと思い浮かべてみてください。必ず人生のターニングポイントには人、そしてそのつながりがあったんじゃないでしょうか。俺も含め皆さんは人類の最終ランナーです。いろんな人生の諸先輩方がいろんな思いでそのバトンを俺たちに渡してくれました。このバトンどうやって次世代につないでいきますか。あなたがやらなかったら失われる未来があります。踏み出したいんです。今日ここから東海、ここから今日のこの TEDx から日本そして世界と伝統文化を守りながら新しいものを作っていきたいんです。俺は諦めません。もっともっとさらに日本を良くしたいです。それをこの東海からです。俺はその準備ができています。いつ死ぬか分かんないこの命全力でやりきります。一緒にやっていけたら嬉しいです。皆さんその準備はできていますか。ご清聴ありがとうございました。